ケネス・ジョージ・ケン・アストン・ウンベは、イギリスの教師、サッカー審判員。レフェリーとしての登録名は、ケン・アストン。バトル・オブ・サンチャ後のレフェリング経験から、サッカー競技において、イエローカード、レッドカードの導入、定着化を実現させた人物であり、サッカー文化の普及と発展に貢献した。1962年に、ジリで開催された、ワールドカップ。 シリとイタリアの一戦は、バトル・オブ・サンチャゴと呼ばれ、イタリアが前半に二人の退場者を出すなど荒れた、試合となった。ケネス・アストンは、イングランド東部のコルチェスターで生まれた。エクセターのセントルーク・カレッジを卒業し、1936年に、サッカーレフェリーの資格を取得し、イングランドフットボールリーグのラインズマンとして、経験を積み、戦後の1949から50シーズンから、 審判として試合をジャッジするようになった。なお、第二次世界大戦では、イギリス空軍として戦争に参加するが、途中足首の怪我により離脱している。後日するバトル・オブ・サンチャゴをはじめとする1962年、1966年、1970年、1974年のワールドカップ審判を務めたほか、1960年の 欧州ネーションズカップ決勝や、1963年から64年の FA カップ決勝などの審判を担当している。1997年、サッカー文化発展に対する貢献が評価され、大英帝国勲章を受賞した。サッカーにおいて、イエローカード、レッドカードが導入されたのはメキシコで開催された1970年のワールドカップからである。 1962年のワールドカップ、チリ対イタリアの試合は、前半8分に、イタリアのジョルジョ・フェリーニが退場するなど、非常に荒れた試合となった。また、ドイツ人のクライトラインがレフェリーを務めた1966年のワールドカップ、イングランド対アルゼンチンの試合は後に、ウェンブリーの戦争と呼ばれ、こちらも2人の退場者を出す、荒れた試合となった。 1890年のルール改定によりレフェリーは試合を制御し警告、退場、PK などの罰則を与える権利を有していたが、これらの試合は対戦両国と審判の三者間に共通の言語がなく、コミュニケーションが取れなかったことが荒れた試合を作り出してしまった原因であると感じたアストンは言葉がわからなくてもシグナルとして誰にでも理解できる。 仕組みの導入が必要であると訴え、イエローカード、レッドカードを考案した。これらのルールは1970年のメキシコワールドカップより正式採用され、全世界のサッカー競技のルールへと組み込まれることとなった。ありがとうございます。